こんにちは、柴田です。今回千葉管楽器さんからお借りしてきたのはこちら、ジャクソンのランディ V です。オジー・オズボーンの初代ギタリスト、ランディ・ローズのカスタムモデルになります。皆さんご存知ですよね、ランディ・ローズ。25歳で飛行機事故で亡くなっているんですけれども、ギタリストとしてのカリスマ性はもうほんと一級品です。日本人のギタリストも多大なる影響を受けてますよね。ブリザードのランさん、元ガーゴイルのシージャさん、僕の大好きなギタリストも影響を受けているランディ・ローズ。ただですね、これランディ・ローズのランディ V として有名なこの形なんですけれども、実際にはご本人が使用している映像が残ってないんですよね。いろいろ調べてみると、亡くなる直前にこれを制作していたようで、亡くなった後に完成したというですね、非常に悲しいモデルでもあります。でももうこの形といえばね、もうランディ V ですよね。ランディ・ローズがバリバリ弾いていたようなイメージがあります。このギター91年製で、ジャクソンのデカロゴ機と言われているものになります。ヘッドがですね、 USA のジャクソンと同じロゴ、横にですねグローバージャクソンと入っているんですけれども、90年代前半はグローバージャクソンのギターが日本の中で売られているのは多かったですね。その中でもこのジャクソンのデカロゴ、国産の最上位の機種になります。 USA が一番高かったんですけれども、その次にですね、国産のこのジャクソンデカロゴがお値段お高めでした。しかもそのランディカスタムをめちゃめちゃいい感じにですね、カスタマイズしておりますので、スペックいきましょうか。ピックアップが、リアが SH4JB ですね。そしてフロントが SH2N ジャズになります。このジャズはですね、 JB に合ったフロントのピックアップをということで製造されているので、このね2つのマッチングはね非常に素晴らしいです。カスタマイズ前はですね、通常のジャクソンのピックアップが載っていたみたいです。でブリッジもですね、本家フロイドローズに交換されております。そしてボディはですね、ウィングがポプラで、ネックセンターにズシーンとメイプルが入っておりまして、スルーネック構造になっております。で指板はエボニー、非常に素晴らしいスペックですね。このピックアップもね、 JB とね、ジャズ、ブリッジもフロイドローズ本家に交換と。でコントロールなんですけれども、ボリューム、ボリューム、トーンという風になっておりまして、まあ珍しいといえば珍しいですよね。割とね、ボリューム、トーン、トーンみたいなね形の方が多いかと思うんですけれども、このボリュームが2つあることによってスイッチングが可能なんですよ。ランディ・ローズも結構使ってますもんね、カチ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 と。高級感あふれるこのゴールドもね非常にいいです。でペグはですね、ジャクソンのものが、オリジナルがついてます。ここまで完璧にカスタマイズされてますし、しかもですね、相当綺麗に使われてますね。 V はね、大概この辺欠けが出てくるんですけれども、どこも欠けてないんですよ。元の主さんはね、めちゃめちゃ綺麗に大事に使ってたんでしょうね。特徴はですね、まあもうこの形がね特徴的なんですけれども、ネックがね、当時のジャクソンちょっとね薄めなんですよ。ハードロック、早弾きとかに対応しやすいような形になっております。座って弾くには難しいんですけれど、立った時のバランス感はねめちゃめちゃいいです。まあでもね、ここまで綺麗に残ってたから、ライブとかではねほとんど使ってないんじゃないかなと思います。ではでは、音を聞いてください。
Thank you.